ば石丸市長から。僕は結構この職に今秋田方市となって、かなりそこは見直せたんじゃないかなと思います。例えばなんだろうな、あの駐車場の話もそうですし、これ相手方があるので言いにくいんですが、図書館とか博物館、指定管理っていうのに出してたんですよ。で、指定管理っていうそもそもの趣旨は民間の力を入れることによって、ね、パフォーマンスを上げコストを抑えるっていうみんなのためになるような話なんですが、田舎ってならないんですよ。なぜかといえば供給力が限定されるので、限られるので手が上がらないんです。そうした時に特定の事業者にこれお願い丸投げになって、あとどうなるかっつったらコストは大して減らないしパフォーマンスは下がる、ね、だって赤字になっても税金で支えてもらえちゃうので、その事業は、ね、だっているからお金出してやってって言ってるから行政がおいしょって切れないんですよっていう、なんだろうな、自己矛盾に陥っちゃうのがあったので、そこはがっつり見直しました。で、どうやったかっつったら、田舎はもう他に出がないので図書館とか博物館直営に戻しました。でも戻した結果いくらだっけな、年間1000万削減になったんですよ。どういうことみたいな。市が直接やった方が1000万安く上がるって今まで何してたのっていう。まあそれが意図的かどうかは分からないです、意図的じゃないと信じたいですが、多分に公金というのは甘く使われてしまうんですね。なのでそのあたりは当然、まあ、これは誰であろうとですよ、私以外の人間であっても全員そうしなきゃいけない話なんですが、はい、チェックをしていった方がいいなと思います。こんなんで答えになってるかな。ちょっともし足んなかったらもうペン赤スパで済ませてみてください。駅の駐車場とかそういったとこなんですけど、あの聖火のとこですね、高田町駅駐車場を直営管理にして管理の改善を図ったという表現になってるんですが、おととしと比較してどこがどう改善されたんでしょうか。それと経費の削減を図ったというふうに言われましたけど、どこがどういうふうに前年度と比べて経費がいくら安くついたのかというところを説明をお願いしたいと思います。管理の改善を図ったと、言いますのは、委託から直営管理に、まあ、移行したという意味で、記載をしております。で、それによって指定管理料が不要になったというふうに考えています。で、その指定管理料は、29万円支払いをしておりました。以上です。今の説明じゃ全く分からんのですが、駐車場の指定管理をですね、委託に変えたけそれが改善になった言われたんじゃ、どこがどう改善になったんかのいう。指定管理の時は指定管理者がですね、ほぼほぼ毎日 無料で無断で駐車しておらんか行くのをチェックしながら、それでそこの自動車は無断で利用しとるというについては事務所に来るようにという張り紙をしてですね、ここへ置いたら料金がいるんですよということを常々やりよったのを記憶しとるんです。で、委託をしたらそれ以上の改善になったのか、でその辺は委託してどのくらい何か改善なったんかいうことを聞いたんです。ただ委託したから改善になったんですんじゃ私は納得できるのですが、まず第一点そこで、第二点は経費の問題も高騰だけで、あったんでちょっとよくわからないんですが、まず第一点委託してどこが改善になったんかいうのを教えいただきたいと。その後経費は聞きます。委託をして管理が改善という表現をしておりますが、管理そのものが大きく変わったということはございません。やはり収支の問題で指定管理料が、いらなくなったというのが改善というふうに考えています。管理の改善な物的にはちょっとよくわからんですが、じゃあ経費が改善されたんじゃとこういうふうに言われとるんですけど、
まあ、29万円管理料を出しとったんですが、今地元の人が雇われてですね、駐車場の管理を今行ってみたりしてるのを見るんですけど、会計年度に職員が55万5000円ほど決算へ乗っとるんですけど、まあ、そこらの直営にしてからの経費は何本入れるんでしょうか。まず、管理していただく人件費が55万5555円、それから、管理費が7万4727円、トータルで63万、282円でございます。以上です。成果の中で管理の改善を図ったということに、今の数字を聞いたらですね、29万円の令和4年度は29万円の指定管理料だったんですが、今度は令和4年度は63万2千円余りというふうに今答弁されたと思うんですけど、どこも金額的には改善なとは思いますけど、139万3262円の支出をしております。令和4年度です。以上です。ちょっと答弁がちょっと中泊で理解できんように余計なってきよるんですがね、最初に R4 年は29万、令和4年ですね、29万円の指定管理料でしたいう答弁だったですね。で今139万円いくらですかの、管理料がいったんですと言われるんと、指定管理でやれば29万円で指定管理ができたものがなぜ139万円も生産したら他の金額が出てくるんでしょうか。令和4年度の高立駅の駐車場の経費を日目ごとに記入していただいてですね、そして令和5年度の決算に基づく高立駅の経費ですね、それをやっぱり日目ごとに書いて合計で比較ができるように、何がどう変わったんかいうのが見えるようにして、後でいいですから資料で提出していただきたいと思うんです。まず指定管理を募集するときにですね、指定管理を希望する方から見積もりをいただきます。でここで言いますと、高立駅駐車場の管理を行うのに必要な経費を出していただいて、それから駐車料金の収入の部分を見込んでいただいて、その収支がプラスマイナスゼロになるようにその差額部分について指定管理料として、こちらでいうと29万円を市の方が委託料として支出をしているところです。で高立駅駐車場と工芸館の管理はそれぞれ別に見積もりをして募集をしておりますので、それぞれ独立した考えで人件費は出ております。以上です。